せーの恋愛こんにちは。こ,ちはこの番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生と <laughs> さらに不安なので、伊勢谷さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。えっと今日ちょっと早速なんですけど、はい、もうちょっと番組の紹介していきます。前回のちょっと流れで。 コーナーがちょっと膨れ上がりそうなので、はい、番組の紹介いきたいと思いますいこの番組は毎週土曜四時半から五時までの三十分番組です実際は収録のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとして皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております はい、もし時間が <laughs> 余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話してエンディングにバトンを渡していきますなんか今日神々カだな <laughs> 大丈夫なの緊張してるね <laughs> そう笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m まで送ってちょうだいそれでは CM でーす 沖縄にハーレーーレカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェゴーお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療を。 アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー「恋の妄想」。 なんかかコメント俺一人の番組かこれ<笑><笑>あと前回ですね第10話を記念してちょっとまあ特別企画としてシチュエーションを我々で考えてまあ長文をちょっとダラダラとあのセリフセリフっていうか長文をただ棒読みで読み上げたような感じなんですけど <laughs> 作るのは苦労しましたけどね <laughs> だいぶね <laughs> 寝る時間がかかってですねでえっとその結果をまあ前回ちょっとあの石坂さんも麗にあに内容が入ってこなかった部分 長分長分でとかでね、はい。もう自分とか私とかね、なんか言ってたから <laughs> ちょっとあの入りにくかったんで、はい、ちょっと週をまたいで、はい、まあ今回判定に行くんですが、伊佐、はいえー、さん一応決まってますよね。大丈夫ですかねはい、はい。大丈夫ですか。<laughs> <laughs> じゃあいつも通り、ね、あのドラムロールをやって判定でお願いします。はいはい、ドラムロール押します。はーい。 先生。ええ。あ、まあ、でもよ、まあ、うち、なんかね、そんな感じはして。あれ、ちょっと、ニュアンスが伝わりにくい。微妙だよな。あれ、どう、ちょっと、な、なんか、どういう観点でっていうのが、逆に気になるけど。どうやって選んでくれたのか。彼女って言ってる時点でな、ちょっと危ういな。で、伊坂さん、一応、今回の、なんか、選んだ、まあ、何を。基準基準で選んだか、だけは、ちょっと聞きたいなと思ってですね。どんなです。なんか、あります。 あの頭に入っていきやすかった。シンプルな問題ですね。あ、なんか、え、イメージがしやすかったみたいな。すぐにイメージ。確か、に店長のあの自分、彼女ってずっと書いてあるから。お二人のシチュエーションが。会話は、会話はわかるんだ。でも、ちゃんと、あれ、この。前回の放送の時に、一聞いて。はい。 で一応その時にパッと頭に入ってこなかったのもあってこの引き取って原稿、うん、<ー>で、はい、一応ちゃんともう一回読んだんですよ。と、はい、やっぱ内容もちゃんと審査しなきゃと思って、はい、でそしたら内容を読んではい、はい、確かに店長のプランも、はい。うん 確かにやってみたら面白そうだしいい感じだなって思ったんですけどにちょっとセリフの印象が強すぎて今思い浮かばんなんかなそうだなか2人のコメントだけしか入ってこないよね確かにこれはんか負けたなって自分もちょっと思ってたんでなんか終始これ文章読んでる時石坂さんずっと笑ってたっていう感じがして多分これ俺だめだなみたいなね俺もお笑いこれ大変ですよ た <laughs> 多分長文だから <laughs> 多分今笑ったら多分止まるはずなって思いながら <laughs> 全然逆ってないけどもう笑いに持ってかれたからまあもうそれはいいかなっていうわ、はい、かりました一応まああれはあれで、はい、ちょっと企画的に。うん やや成功かなちょっと実験的な感じだったけどね。でまあそこら辺はえっとまた年末のスペシャルでまたやるの。もしかしたら持ってくるかなぐらいの感じだよね。あまりにもちょっと反応がなければあのこういう感じのステーションなしにしますんで。じゃあえっと今週の恋の妄想に入りましょうね。このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションを。 として我々2人がお題に対してて答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらいよかった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となりますはいあまたはいあまたはいあもうこれ以上のコメントは何も思いつかない、ね、かラブメールなくても配信できないんじゃないもんもう配信するよ <laughs> 俺が無理やりやん、ね、えちょ今ちょっとあのー、まあ <laughs>、はいろいろとなんだろうこのまあ 年末の特番もそうなんですけどちょっと1時間のちょっとした枠を大きくしたバージョンでちょっと特別番組も企画していてその中で一応コーナーもいろいろと考えてるんでもしこういうの妄想があまりにも反応が悪ければ本当に配信します全然別のコーナーに入ろうかなみたいな店長がちょっと難儀しないような感じなコーナーにしていこうかなって思うんですけど。 でえー、っと <laughs> ちょっと脱線すぎて何言ってるかわからないでね。<laughs> 皆さん、えっと、ぜひラブメールをお願いします。そうです、ね。ラブメールですよ。はいお願いします。店長がひにくれてます。はい。<laughs> でまあラブメールの書き方なんですけど <laughs>、はいえー、我々が答えた内容に評価するだけです。はい、で評価は三段階評価となっており、丸、三角、バツの評価でお願いします。はい。伊佐さんじゃあいつも通りお願いしてもよろしいですか。はい、はい。じゃあ行きます、えー。丸の評価。研究する。三角の評価。 まあ悪くないかな。バツの評価。ダメ。 ありがとうございます以上の感じでですね店長と先生にそれぞれ丸三角×の評価をつけて送信するだけですでリスナーさんからのラブメールがある程度集計できるようになればそれから勝敗を決めていきます今のとこできてるんですか全然できてないですツイッター上でもちゃんとアンケート取ってるんで聞いてる人はボタン押すだけなんでお願いします本当ににしますんでこ よろしくでえっとまあ集計を取りまして、はい、でどちらかが、まあ、リスナーさんが、はい、えっと何て言うんですかねこの集計リスナーさんからの集計により3連敗した場合は、うんえー、我々の方が罰ゲームでプレゼントを準備して、うん、でこのプレゼントを欲しいっていうリスナーさんがいれば、はい、恋愛節のツイッターよりお題を事前に発表します。はいで お題について回答をリスナーさん自身が考えてもらって、はい、回答をメールしてもらえれば我々の方で素晴らししいと思ういつを厳選します、はい、それで我々に勝負して見事勝利すればプレゼントを我々の方から発送する という、ちょっと、仕組みに変えていますので、はい、はい、ちゃんと番組聞いてください。お願いします。お願いします。はい、で、えっと、今週のお題を読んでいくんですけど。はい。ちょっと、いつもだったら、そのまま一枚に収まるんですけど、はい、今回、ちょっとお題が長くてですよ。え、そうなんですか?。シチュエーションの感じが。 ちょっと今2枚目にまたいでるんで準備でき自分がもらったのと違うのかなと思ってちょっと落ちちゃうよしがえっとじゃあ早速あ違う違うえっと前回がえっとコーナー前回のコーナーが日没じゃねえよ日の出から日没までのデートプラン半日分のデートプランを我々で考えてでラブラブな感じで終わって で今週のお題なんですけど、はい、お題が一応喧嘩ですねでこの年になるとちょっと喧嘩って、はい、あなんかこんな感じじゃねえだろうとか何か些細なことの喧嘩になると、うん、我々の回答が雑になりそうなんで、はい、ちょっとひねってみました、はい、今回、はい、で読んでいきましょうね、はい、えっとあっという間に付き合って半年が過ぎました 僕が忙しくて全然彼女と会えてない日々を過ごしていました、はい、カップルとしても慣れてきてややマンネリしてきたせいか無理して彼女に会うことを僕は避けていました、うん、ある夜仕事中に僕の携帯が鳴った携帯を見ると彼女からの着信だった僕は少し冷めた感じで電話に出ました、うん、すると泣いたようなかすれた声でずっと会えてないね私は寂しかったよでも会いたいの一言が言えなかった と彼女から告げられると、僕は彼女に返す言葉がなかったのです。なんかちょっとこしいないこ、えっと。<laughs> で、長い沈黙が続いた後、<laughs> はい、彼女から一言。うん、しばらくの間、私から連絡は控えるね。じゃあね。で、はい、あなたは彼女の最後の言葉に別れの危機を感じました。うん、では、あなたはどのようなセリフで彼女を引き止めますか？うん、に対してのえー、っと我々の回答なんですけど。うんはい でまあ石坂さんに発信してもらうのがしばらくの間私からの連絡は控えるね、はい、でちょっとちあの暗い声でじゃあねっていう感じで伝えてもらって。 でそれにちょ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 っていう感じであの入れてもらっていいですかコメント <laughs> あれちょ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 って入ってないけどな <laughs> 今からでもつけられますよね <laughs> それにちょっとプラスしてお願いしましょうただいさえ棒読みなのに <laughs> <だから笑>俺もまた棒読みだね <laughs> なんかちょっと今回一応ケンカっていうのがなんだろういつもみたいに思いも入れにくくてかつなんかキュンとするワードも盛り込みにくいっていうなんかちょっと条件なのかなって作りながら思ったんですけど、はい じゃああと7分なんで、はい、えっとじゃあ早速 <laughs> えっとお題の方入っていきましょうかね <laughs>、はい、大丈夫ですはいあ大丈夫ですか <laughs> あ石坂さんじゃあ店長から先に行きますので <laughs> はい、はい、セリフの方をお願いしてもいいですかはいしばらくの間私からの連絡は控えるねじゃあねわかった石坂さんの気持ちに気づいてあげれなくてごめんね不安にさせたな言い忘れたけど石坂さんのことをこれから先も大切に思 ちょっと待ってくださいねもう一回でいいです止めたなもう一回うちょっとよ <laughs> 文章を読み間違えてよおかしいってよな <laughs> これから先の <laughs> あーなんかんあー今いい感じで読めてたのにな気持ちで押し切ってよ <laughs> ちょっとちょ <laughs> っとちょっとちょっとすみませんもう一回お願いしていいですすみませんお願いします <laughs>、はい、しばらくの間私からの連絡は控えるねじゃあねわかった 石坂さんんの気気持ちに気づいててあげられなくてごめんね不安にさせたな言い忘れたけど石坂さんのことをこれから先も大切に思っていきたいと思っているからずっとそばにいてくれないかな寂しさを埋めるために俺有給取るからさ石坂さんが好きな川沿いにある雑貨屋まで手をつなぎながら歩こうです<ー>ちょっとシンプルにまとめてみました<ー>で今回ちょっとなんかあんまりなんか、うん うん入れきれなくて、うん、で言い忘れ。 言い忘れていたけどは、うん、これバックナンバーの歌詞からパクってきて <laughs> パクってきてっていうか <laughs> リスペクトのもと、あのー、この文章を <laughs> またこそなリサーチしてパクってきたな <laughs> <laughs> いやあのねえと今日実際金曜日で今日石坂さんのあのとあ女子のつぶやつであでバックナンバーちょっとやってたんでいやここをちょっとバックナンバー入れないといけないというね、まあ、この週はね特にまただな、はい、でもう一個パクってきたのがまあパクってきたんでおかしいねあのあの 参考にさせていただいたのがえっと雑貨屋さんなんですねバックナンバーの年で雑貨屋さんあこれもバックナンバーの会社なのもちろんですなんかあので川沿いの雑貨屋さんってちょっと自分ラジオ始まる前に京都行ってきたんでなんか京都のちょっとイメージをしながら川沿いにある雑貨屋さんっていう意味でで休日を取るっていうのは今まで寂しい思いをさせたから休日を取って 1一日ちょっとゆっくりとした彼女が好きな場所へ連れていくよっていう意味合いのもとでまあ有給,有給取るから。 川沿いにある雑貨屋さんまで手をつなぎながら歩こうみたいなね次から俺曲俺も曲からそのまま映 <laughs> していい,いやあの言い忘れたけどと <laughs> 雑貨屋はあの全然あのなんていうこの流れをパクってるです <laughs> この一つのね <laughs> 単語をちょっとね <laughs> あのパクってきたってかもしいないけど <laughs> 参考にしてるっていことなんです わかりました以上補足はもうちょっと俺笑って読めるかなそんな笑うところないからな清水由里さんを尊敬してますっていうまた今回も受け狙ってきたね受け狙ってないよ毎回真剣だわじゃあ大丈夫ですか先生の方ははい。大丈夫ですかじゃあ石坂さんすみませんえっとお願いしますしばらくの間私からの連絡は控えるねじゃあね こんんななにに寂しい思いい思させててたのに気づけなくてごめん石坂さんの優しさに甘えて自分の一番大切なものを忘れていたよ。今は顔も見たくないはずだけど泣いている石坂さんを一人にしたくないからこれから会いに行く。嫌なら無理して喋らなくてもいいから石坂さんの気持ちが落ち着くまでそばにいさせてほしい。今すぐ行くから待ってて。です。 <laughs> なんかあ,あんま俺コメントしたくないからいいよ補足言って補足かなんかいいよ別になんかあんま俺今コメントしたくないな <laughs> あ<ー>一応なんか今回のシチュエーション見て、うん、すごい思いついたのは一応最後の「今すぐ行くから待っててほしい」っていうのはパッて思い浮かんだから、うんうん、それにプラスするようにそのなんていう最初の編とかはね、うん ではまず最初に謝らないといけないいいとけですよねこんなに泣くぐらい寂しい思いさせていたっていうのに、うん、それも気づかないぐらい会ってなかったんだとか何か自分の中でもいろいろんかね思い出して、うん、あ自分の大切な人のこともちょっと薄れて忘れかけていたのかなっていう大切さをっていう話をして、うん、で相手は多分もうね今は顔も見たくないはずだけど。うん 石坂さんは一人で泣かすわけにはいかないと、うん、<laughs> だから無視されてもいいからそばにいさせてほしいっていうか そんな感じです。なんかあれだな、ちょっとなんか違うね、やっぱりね、あのなんか違うね、色が違うような感じ。俺も細かなリサーチしてくれなかった。じゃあ細なリサーチが、でも俺向井治をめる件で失敗してるから、で、あんま細かくないリサーチでもあの向かい母さんはあれはリサーチなの。あのリサーチじゃねえけど、いやなんかね。うちこれバーでしょ。あのなんだろう、この。 石坂さんに対する言葉としては <laughs> あの向井理さんのものだったら <laughs> 合ってるなみたいなね。<laughs> で今日バックナンバー引き出してきたのも <laughs> 結局バックナンバーを応援する番組プラス <laughs> あの石坂さんの番組でバックナンバーの話をしてたの。<laughs> <laughs> <laughs> いやでもあれも結構なねあの3時半から始めてるから,からあれからねで俺なんか移動時間含めて4時過ぎぐらい出たしょだか,だからねそんなにね思いっきり勝あ,あのバックナンバーを掘り出したってわけじゃないんだけどね<ー>ちょっと、うん、そこらへん寄せてみましたみたいなはい、はい、じゃああとあもうちょっと時間がいさっ大丈夫です今回も原稿預かります,す <laughs> ちょっとまたなんか笑いがあるす、ね、ちょっとあのク<ー>クスクスが多くてなんか内容があんまり <laughs> 俺も店長が言ったのあんまり頭に入ってないよ。結構美しい息もしますけど。<laughs> <laughs> <laughs> 今日は今日は <laughs> 大丈夫ですか。じゃあもう、はい、もうもう今日はもう <laughs> あ,あのシンプルにあの <laughs> 選んでもらって大丈夫です。じゃあ二回目のドラムロール鳴らします。はい 俺よーなんかこれ負けたなってちょっとよん <laughs> 読まれてる時に思ったんだよな。<laughs> でよーあのー、補足でバックナンバーバックナンバー喋ったけどちょっとあと自分で後悔したんだけどいやでも今日なんかあの石坂さんの番組でバックナンバーを喋ってもらってるっていうのがとっても 嬉しくてだからなんかまあいいかみたいなねそれはちょっとねこれを今日言おうと思って逆に挑んでるからね。ってっちゃの話はいいんで<ー>石坂さかさどこを基準に姑息なリサーチした人の話はいいんであでもバックナンバーの腰、はい、を入れてくれたりしたのは嬉しかったんですけど <laughs> で最初やっぱこの最初店長のやつ聞いてあ、はい、いいって思って。 たんですよ。その後にこの先生の聞いたときに先生はあのすぐに今から会いに行くって言ったじゃないですか。これでかい声だよね。これ大きい。ここ大事かなと思うね。なんかわかる。言いたいことは全部わかるよ。今度有給取るから現から脱出。わかる。なんかもうあのオールナイトニッポンのあの。 ババックナンーーのボカルなんかいやまあそれじゃ言ったらね俺がちょっとあのバックナンバーに嫌われそうなんであんま言わないんですけど今日は俺バックナンバーの曲も結構このテーマに合ったやつ選んできたんだけどまさかの負けってまあいいかいや電話越しで泣いてるからもうあれだよねすぐに行かないとっていう気持ちになるのがあれなのかなあこっちこっちはんかバックナンバーをメインに考えたくてもねなんかねあんまり背景が自分で作ってて。 じゃ思い浮かんでないところが、邪念が多いんじゃない。<laughs> ああまあいいですよ。わかりました。<laughs> はい、えー、っとちょっと時間も過ぎてますので、はいじゃ先生の方から曲紹介お願いします。はい,はい。はい。ザップルーハーツで君のため。はい。そろそろ時間も迫ってきましたので、来週のお題を発表します。はい。ええー、来週のお題は彼女に勧める曲。 <で><ー>選んだ曲について説明して彼女に選んでもらう、はいでまあ、条件が彼女に対する曲なんで2、うん、二人についての曲や、はい、彼女についての曲を選曲してもらって、うんでまあ、彼女が実際あ大切に思ってくれてるんだなみたいな感じな曲をちょっと選んでもらってですよね、うん、でそれをあの実際はなんかシチュエーション的にはじゃあこの CD あげるねみたいな。 でこれを彼女に聞いてほしいからこの CD あげるね、うん、でその理由がこうこうこういう理由なんだよ。<laughs> うん、でちなみにですね <laughs>、はい、と自分が好きなバックナンバーの清水優里さんが学生の時に彼女に渡した曲なんですけど槙、はい、原紀之さんで「どうしようもない僕に天使が降りてきた」。 っていう曲なんですけど、えー、この曲どんな曲かっていったら昔の彼女がまあ今実際付き合ってる彼女がいて昔の彼女がくれた目覚まし時計を今の彼女が捨ててって言っても捨てないこの彼氏でそれに彼女が怒ってしまってまあなんだろうこの目覚まし止め時計がきっかけで別れるみたいな。 別れ,れる感じになるんだけど、うん、でもこの男の人はこの彼女を追いかけてで彼女を引き止めようとするけど、うん、愛を勘違いしないでください。 もうすげえなと思って俺も改めてこの深いなこれだけいろいろこの二人あったんだろうなみたいな。で清水伊織さんが尊敬する人が槙原紀之さんでんかバックナンバーの詩とちょっと表現の仕方が似てるなとかここまで上手に喋れるかな言葉作れるかな全く作れないなと思って素晴らしいなっていう感じだったんですけど。彼女に あげたい曲を選んでそれについてのコメントみたいな感じそう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 いう思うがうもっててあなたにあげたいと思いましたみたいなそうなんそう人例えばそう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 そいそう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 そとそう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 関係とかうそう とか<ー>まあ幸せな2人の、あのー、ラブストーリーを描いた曲とかねうそういったのをちょっとチョイスして、うんでまあ、それを彼女に伝えて喜んでもらう、はい、だから次はなどっちかといえば、うん、まあ補足する曲を選んだのに対して補足する。はい っていう感じかな。この買っ方しか流れないですけど。買った方でこの番組は負けた方が選んだ曲はあの YouTube で聞いてくださいっていう。ちょっと当たった方応援しますって言わしてもらいます。じゃあもう締めないといけないんだ。じゃまた来週。はい。